ふう、よし、こんなもんかな。おはようさん。今日は朝から屋根の修理で大忙しだよ。もう終わるから下で待っててくれる？実はさ、今度勇気を出して小梅ちゃんに告白しようと思うんだ。小梅ちゃん、おいら小梅ちゃんのことがすダメだ、言えない。ああご先祖様、おいらをお助けください。こうなったら小梅ちゃんが喜びそうなものを作って気を引くしかないな。よし、完成したぜ。小梅ちゃん、これを見せたら喜んでくれるかな。知るかボケ。鏡が喋った。ふふ、驚いたか。そうです、私は鏡の。もう遅いし寝よう。ちょっと、聞くでしょ普通。それにカバー、なんでカバーしちゃってんの。寝不足は体に毒だからね。そうじゃなくて、とりあえず話を。おやすみ。おやすみ。って嘘だろ、おい。おい。